熟女会議仮赤子仮だ、そうよ、写真集予測の流れじゃないけど、うん、北海道を、ね、作りましょうよ、作りましょうよ、どんな写真集、ドローンでも撮れるって言ったから、すごくない、だからあれカラーコピーが今できるから、うん、カラーコピーやって2つに折ってホチキス止めて、あとほらあの東京電車にホチキスで止めて、うん、ホチキスが見えないようにこうなんかこういうの背中の針のりで、あとほら新宿で駅で刺繍買ってくださいみたいな、私の刺繍そういうふうにこの人まだいる、私の刺繍買ったよ、私まだいるのかしら、いる、知らないわよ、え、彼女ちょっと気になってきた、500円ぐらい、500円、サイン付き、サイン付き、あとこの写真集みたいな、ここにポエムみたいに載ってるんだけど、文章がそうポエム書こうよ、あ、いいね、それぞれの私の刺繍も加味して、そう、それをじゃあ手売りするの、は刺繍って、それで、あと、あとよし、みんな落ち着いて、みんな十分です持って、いろんな街行って、誰が一番売れるか、こんだけ売れましたとか、そうだね、いいよ、いいよ、500円でも10冊売れば5000円だから、そうだよ、3人で1万5000円、1万5000円で、1回ご飯食べれるね、1回ご飯食べれる、それでいろんな武器を使って、うん、あなただったら、バラバラしたからこう丸めて胸によって買ってくれる、で、映像撮って、やろうよ、捕まるけどね、そんなんやったらね、いいかも、でもいいかもね。だって思い出だよ、青春の。大体だって今までに我慢しの写真集がありましたかって話ですよ。それをまた東京に取り上げられたらどうすんの。そうだよ。しかもだって北海道だよ。そうだよ。都内じゃないよ。今時グラビアアイドルだって海外行けないんだよ。そう、熟女会議仮はまずトースポデビューしてるわけだからね。すごいですよね、あれ。そうだよ。トークが。ていうか、あなたがメインだったけど。トースポの、私が喋ってないことも私が喋ってることになっちゃう。トースポのあなたの話はいつの時代ですか。顔この子トースポ記事載ったんですけど、この子の顔が誰だ誰みたいな、私も誰と思ってトースポでね、昔ねあのエッセイ書いてたんですよ、連載してたんですよ、その時の写真なら許可いらないもん、そうだからね、20年、いや15年ぐらい前かな、だからさ、それをそうね、でもトースポまたいろんな人が食いついてるんですよ、ね、写真集世界初わらまんしの写真集水に濡れたらにじんじゃうからわら熟女会議小学校思い出すね、なんだかね、うん、ガリバンゴースみたいな、カラーコピーついについに全てを脱ぎ捨てた発売決定、熟女会議写真集、ある意味あなた全てこの写真集からわらばんし、そうわらばんしに本当嘘じゃない、脱ぎ捨てましたよ、脱ぎ捨てたわらばんし、だからさホチキスのとこ触るとこうやってピッてやって破けちゃうからね、何ページかメインでやってこう、みんな、うん、イメージ私1ページだけでいいです、何とかのこと言ってた、あなたメルヘン担当、そう、ね、セクシー担当、うん、あなたはどうする、なんでワクワクしてんのよだから何担当なの、脱ぎとかもやろう、脱ぎとかもこういう風な、脱がない脱がない、脱ぎの脱ぎありでしょ、脱ぎでしょ、あっちゃんとさこまちゃん脱いで、だからお風呂の私はアナウンサーだから、なんか映像とかもさ、うん、岡本敦子入浴シーンって言った時ながらさ、うん、私でさ足から舐めてったらさ、この辺おっぱいと思ったら私だったってどう、おっぱい、あ、終わっちゃったわ、楽しかったわじゃあわらばんし写真集発売を、まずやりましょう、1冊500円でサイン付きですので、ね、ぜひ皆さんからお願いします、そうそう、あと即売会とかやりたいんで、お願いします、あ、じゃあ本屋さんで買って、じゃあ待って、福山書店で、その前にそうそうだよ、福山書店でサイン会、そう、あれこれ書店ブックマート、あ、3人でいいですか、うちのさ、うん、サロンやってさ、そこでさ、うん、もう囲む会みたいなのやろう、あ、ファンの人とかお茶会、お茶会ね、お茶会あったな、昔一人二人だったらお客さん映さないの、いいね、いいね、やろう、いいね、それで、いいね、あの一品何か持ってきてねって、みんな、あ、そう持ち寄り、あなた最後持ち寄りしたこと、ぜひぜひいろんな企画目白押し熟女会議かっこかり、これももうよろしくお願いします